最後の法、常にブッダと共に歩め。大川隆法。第四章、最後の瞬間。1. 悟りの原点。1981年3月に、私が大いなる悟りを得てより、20年余りの歳月が過ぎました。最初はちょうど山あいの木陰や岩陰に湧いた小さな泉のようであったものが、チロチロと流れていくにつれて、次第に小川となり、普通の川となり、大河となり、大海へと流れていく、そういう光景を自ら見てきたような思いがあります。この20年余りの歩みは、私自身の悟りの変化、進化と同時に、その悟りを説くものとしての環境の変化、組織の変化を伴うものでした。ここで初心に帰り、悟りとは一体何であったのかということを確認する作業をしてみましょう。これまでの歩みを振り返り、悟りの要素として、これは落とすわけにはいかないというものを考えてみることは、世の中のさまざまな宗教の中で悟りとされているもの、あるいは仏教の流れの中で、釈尊、ゴータマ・シッダールタの悟りとされているものと、現実に自分に起きたものとが同じものなのか、それとも違うものなのか、ということを検証する手立てにもなるのではないかと思います。霊的な現象が起きるということは、もちろん万に一つのことではありますが、それが身に及んだという人は、日本にも他の国にもたくさんいるので、それ自体は決して珍しいことではないでしょう。その霊的覚醒によって、悟りがどのように展開してきたかを見て、初めてその原点にあったもの、悟りの原点にあったものが、一体いかなるものであったのか、その悟りの核が正しいものであったのかどうか、ということが理解されるのではないでしょうか。